今日あの、ヤクルトはここにやってきましたけど、あとは、ここは、新宿町の遺体だらけになって、伝統的戦場の時に保存地区の文化財の村です。昭和30年代のままが残っています。で、また、一度会社でこの、かやぶき屋根のお家の改修をします。で、まず手始めに、あの、蔵ですね。蔵の屋根瓦と、大学院の塗り替えをするために、今、仮設の屋根を建てます。こういう屋根の形っていうこの屋根見たことあります。私、初めて見ました。かやぶき屋根っていう。これ何軒かあるんですかね、かやぶき屋根。今、これ1軒だけ。あ、この1軒だけ。昔はほとんどだったんですけど、今その一軒だけに開発してるんです。まずこれの前にこの外側にある蔵を今直してる、うん、これ見てもらったら分かると思うんですけど、あの青いシートの部屋になる、はい、あの青いシートがしてある建物を直すんですね。あ、そうです。雨漏りがひどいんで今青いシートかけてますけど、下は川です。建物を直すために上にまたさらに仮の屋根を今かけて、仮なんですね。仮の屋根をかけて、雰囲気が随分、ね、ここ昭和何年、昭和30年くらい30年代の、はい、の景観ですけど、建物は大正から昭和にかけてのとか、でも100年以上経ってますね。そうですね。昔ながらのお家とか建物を修理とかするときってやっぱどれくらいの費用がかかったりするいい質問ですよね。本当ですか。いいですね、その、はい、やっぱりお金のこと、いや皆さん多分ね気になってると思うんで、私が代表して、あ、これあれ、ちょっと待ってください。あ、そう、あ、全国的にですね、はい、あの集落の下にこういうものがあって、はい、お亡くなりになった人たちの時には管理でね、この前で最後にお祭りをして村を出て六地蔵があって、で六道っていう仏教の人に行って、この高い人に天上道、人間道、修羅道、畜生道、ガキ道、地獄道、これ六道、あ、五個だ、五個、私すみません、六個なのに五個だと思って、いいが六道で六地蔵、あ、道は導くっていう、つまり道っていう、道、あの道の場合もあるんですけど、ここは導くって何が導くのか、天上道から地獄道まで、でもね、やっぱ人があんまり言われない、誰かがこうお世話されてるんですかね、なんかちょっと綺麗にされてますね、あれですね、ちょっと新しいっぽいですね、うんうん、消防ポンプ、おあ、消防ポンプ、あ、折れますか、消防ポンプって言うと、これ手でシャッシャッシャッ、これを手で上下するなって昔、あ、動力じゃなくて、人間動力、うん、ガチャ、いわゆるガッチャンポンプですね。それ川から訓練してたんでしょうね、うん、川にあの太い、ね、ホースつけてね、でこう、向こう、こっちとこっちでこう、あ、二人がかりで、ね、
向こうとこっちで4人がかり。4人がかり。向こう2人、こっち2人で。手押しポンプで。で昔は茅葺き屋根ですから、一軒火事になるとずっと燃えちゃうんですね。で、明治32年に大火があって、16軒ぐらいここで焼けてるんです。20軒中16軒。で、今直してる蔵は昭和31年の炭焼きが入ってて、31年に蔵建てて、32年に大火があったもんですが、あの、たるきとかね、あの焼け焦げた後は戻ってますか。びっくりしたー。なんかこれ今お口になってますけど、お店が、まあ、雑貨屋さんで、まあ、雑貨屋さんで、25年前とかなり変わってます。人もだんだん住まなくなって、ここさっき取りました、自然に負けちゃってますね、それが25年前です。どうでしたか。はい、いや、やっぱり建物の一つ一つが昔の方の知恵がすごいなってすごく感じました。あの火が燃えても中の大切なものは燃えないようにされてるこの建物の知恵とか、
それを今でもこうやってちゃんと取り壊さずにこのまま綺麗に残されているっていうのも素敵だなって感じました。こんだけ長い間多分住まわれてたと思うんですけど、ずっとそれがそのまま残っていったら珍しいですよね、うんうん、新しい家がないというか、文化財的な地域、そうですね、うん、もう6、70年前にタイムスリップしたの、うんうん、はいはいはい、まさに昭和30年代ですよね。歩いてるだけでアルミサッシは見えない、うん、楽しかったです、はい。